おはようございます。いい加減配信。責任 YouTuber、UFO チャンネルの UFO です。おはようございます。3月3日金曜日、ひな祭りですね。桃の節句。この地方は月遅れで4月の3日がひな祭りなんですけど、うちも3人娘がいるんで、立派なおひなさ、お内裏様がありますが、最近は、去年飾ったかな、そんな感じですね。でも今も岩村の方とか高山もそうかもしれない、町中がおひな様飾られて1ヶ月以上ひな祭り開かれてます。とても華やかで観光客の人もたくさん来てます。昨日はですね、一日休み、今日新聞のバイトが休みだったので、岩盤浴へ行って、仮眠室っていうか、くつろげるところがあって、ふかふかのリクライニングのシートで2時間以上寝ちゃって、帰ってきて、で自分で料理作って、お風呂でも温泉でもごちそう食べましたけど、家でもたくさん自分の作ったのたくさん食べて、またここで寝て、2時ぐらいまで寝て、で部屋へ戻って布団で寝て、朝ぐっすり、もう本当に頭がこんなになるぐらい寝てました。よく寝れました。一度ここで目が覚めた時に Facebook をパッと開いてみたら、私昨日Facebook の投稿で、マスクやワクチンとかコロギぐらいは受け入れるけど、マイナンバーカードだけはどうしても受け入れられないっていう投稿したら、それにすごくたくさん皆さん反応いただいて、面白かったんですけど、一人ちょっと頭おかしいんじゃないのって言われて、でマイナンバーカードではしないけど、他のもんでは命に関わるとか言って、すごいなんていうのかお説教くらいまして、で失礼なあれだなと思ったから削除しちゃいましたけど、私その一応知識はあって、自分の選択でそういうことをやってるんで、別にその人のお世話になってるわけでもないからと思って、とにかく僕はどんな意見でも、どんな違う人でも、みんな違ってみんないいっていう、そういうのが世界が理想なので、そういうところにそういう人はあんまりお付き合いしたくないなと思って、ちょっとムッとしましたけど、まあそれで、また寝て、で朝方夢見たら、死刑の宣告受けるみたいな、もうなんていうか、もう命の宣告を受けるような、そう、高いビルのところへ子供たちと一緒に行って帰ろうと思ったら、エレベーター動かない、なんか故障化し、点検化してるから、降りれなくなっちゃって、しょうがないからみんな連れて、階段で降りていくっていう話だったんで、夢だったんですけど、だから、いとこがそこにいて、あなたの留守の間にこういう知らせが来てたって言って、もうなんか、すごい難しい病気の宣告を受けて、
で、僕はいとこと抱き合って、大丈夫だよ、大丈夫だよ、そう、ちゃんと最後大丈夫だからって言って、泣き合った。ちょっと、そんな、悪夢に近いような夢でしたけど、で、起きたら、すごい明るいし、あ、やっぱり生きてたと思って。で、そんな、悪夢を見たけど元気ですっていうような俳句とか投稿をして起きたんですが、そしたらですね、今日の新聞、今日は朝バイト行ってないんで初めて家に来た新聞を開いてみたら、すごいいいのが載ってたんですよ。ね、これは嬉しくなりましたね。なんか褒められたような、ここに矢部恵子さんっていう帝銀事件の平沢画伯の絵画展開催っていうちょっとコラム記事、人物の紹介のこの人っていう、で、帝銀事件の平沢画伯っていうのは、北海道でもすごい、認められてた画家なんですけど、まあ、いろいろな、国の戦争後の闇の責任って、無罪なのに、最後まで、牢獄で死刑囚として獄死するんですけど、その人の絵をこの方が、その事件とは関係なく絵の才能をもっとみんなに知らせたいということで絵画展を開かれたっていう記事だ。これは本当に僕は平沢画伯のことを知ってからは、この平沢画伯をなんか小説のモデルにしたいと思ってて、でもほとんど何も知らないので、絵も見たことないし、動画とかでは見たことありますが本物見たことないんで、から詳しいことはね、闇の部分も聞きかじりのことしか知らないので、もうちょっと調べてからと思って、小説はまだ先だなと思っているんですけど、今とても忙しくてそんなこと調べてるし時間ないですしね。 でもこういう綺麗になって出てたのはすごく嬉しかったです。それともう一つがですね、もう一つあったんです。これですね、詩人の谷川俊太郎さんと女優阿川佐和子さんの対談なんですけど、鉄道さん、お父さんは、哲学者で、宮沢賢治の、評論なんかも書いておられて素晴らしい人なんですけど、ここに、この対談に結構、この二人の関係も書いてあって、お父さんと、その、阿川さんのお父さんが、師弟同士だったんですね。で、よく家に来て、すごいな、親しく付き合ってて、でそこで会った、谷川哲道さんが、この人どうだって、言った人と結婚されて沢子さんが生まれたらしいです、ね、そういう、知らなかったことも書いてあって、ああとても楽しかった。ね、谷川さんの詩はね、若い頃から好きだったので、僕の本棚は河合駿先生の本と谷川俊太郎さんの詩集とミハエル・エンデの
あと天理教の本とかがいっぱい入ってます。若い頃はそればっかりだったんですね。で、こんな風で、ちょっと褒められたような気がして、こういう感じ。ああ、夢の中ではもう本当に突き落とされたような気分になりましたが。そういうわけで皆さんも良い一日を。土曜日じゃないから、金曜日か、今日は。金曜日だからまだ忙しいと思いますが、どうぞ気持ちに余裕を持ってお過ごしください。Have a nice day. Goodbye. UFO チャンネルお願いします。ありがとうございました。